言えば言うほどコニクスがお送りしますはい、えー、こちらの大好きなマンコさんからいただいております昨日三好氏からのメールで名古屋市の公式ウェブサイトに明日 午後2時に子供を殺害するという書き込みがあったとありましたが、その後どうなったんでしょうか。国境なき市普段さん。集団下校昨日の夕方買い物に行こうとした時ね、先生に引率された小学生の一団がありました。いつもだったら小学生たちがダーラダーラダラダラ長い行列を作ってあっちへふらふら、こっちへふらふらとしているのに、がっちりと集団になっているのに違和感を覚えました。夕方のニュースで児童殺人予告。 といううのがあったそうで集団下校は良いとしてもこれは許せませんですふざけた動画といい一体何をやりたいんだと問い詰めてやりたいですということ、はい、でふざけた動画というのは あのこの間うちからあるようなああおかしに爪ま枝うじを,をゃっうじゃさっきのニュースにもありましたよね「うん、一時の恥新春疑い,はじ疑い始めさん疑い始め」というね、うん、みんなで集まって「あれおかしいやないかこれおかしいやないか」<laughs> かい,かいうやつですよ。それを「あの人は絶対やってると思うけど」だから。かこれ <laughs> ケロっいろいろまた続くそんなことをみんなで疑うというそこに引っかからなくてすいませんでしたはいこんなペンネーム書くから悪いんですよ私がつい引っ張られてしまいますがとこトヨタでもいいのがありましたよ似たようなさっきのニュースですねえちびたのお父さんからもやっぱりトヨタのコンビニでスナック菓子に楊枝が入ってたということとかねナイスのパパさんからもやっぱりそういう地元でもこんなことがあったんかというようなこともありますし はい、本題をまた戻しますが、花も、えー、ゆ,るるゆるるんちゃんから頂い,いておりますけれども、はい、まあ小学校でお迎えをというところもあったようで、はい、大変ですよね、また働いてる時間帯だったしね、塾からもり送り迎えができる家庭のみ来てもよい,と,いう、うん、との緊急メールでした、本当にこのメールを送りつけた犯人はね、早く捕まってほしいと思いますよ、うん、というお便り、それからこちらの方は、なっちゃんのママさんも学校に迎えに。 行くとお母さんたちがたくさん話をしていたのが印象的でしたうん。私皆さん何を話してたか仕事の途中だったのにってみんな口を揃えて慌てて相対した人とかね聞かましたよね職場の上司にすいませんちょっと今から迎えに行きますということで、はい、今これ行くどうなんなん何があったんだって子供だなやらかんやらとか、ね、そうかもんない行っとこいとか言いながら行って、うん、途中や そういうなまあお母さんたちのね、うん、こんなようなことですよ、はい、口を揃えて話していたのが印象的でした名古屋市内の子ども17万人に影響が出たと新聞に載ってましたが「いたずらにせよ厳し,厳しく罰してほしいと思います」うん、ラジオ常に CBC さんからも頂い,いておりますが、えー「異物混入ネット投稿犯人と同様注目してほしいかまってちゃん」 の犯行ではないでしょうかね、ということですね。なかなか世の中を動かしていく、人の心を動かすということは難しいことですけども、悪いことやったら簡単に動かせるので、妙に勘違いしてしまうんですよね。はい、俺も大した力を持ってるな、とか。うん、そら、大した力を持って尊敬されるかどうかの話ですよ。うん、要はね。 力じゃないですからね。力ね。私たちがそうやってこう、詐欺て、ってうその人の力じゃないから。から力と勘違いしてるんですや、うん、そういう人は。はい。それが力だとね。はい、うん。神吉さんからも、この手の事件は何もなくても、もやもや残りますね。本当にやめてほしいです。軽犯の物心刑さんからもいただいておりますけれども、この方もいろいろ行きを書いていただいて。まあ、しかし、いたずら相手とはいえ、名古屋市の対応は適切だと考えてよいでしょう。ただ、個人的には、ここから警察とマスコミに 頑張ってもらいたいたとマスコミはマスコミで頑張ることがあるんでしょうけども、警察には当然犯人の特定と確保ですが、マスコミはあの捕まった時のあの報道が小さすぎると、この下は怒ってる、うん、こういう時はバーンとやりますけども、うん、こういうことがありますよ、はい、捕まった時は小さいというとになんか不満があると,まあこういうことい、今回この点の、これはもう捕まったら大きく報道されると思いますよ。はい、ねえ、うんはい というようなことで、暴れん坊拷問さん、極楽の健造さんからも、え田原市の友和さんからもいろいろいただいておりました。